サミノリア様が、財務省と意見交換をしたとのことで、その内容をツイートにまとめてくれていましたので、引用します。WBPC 問題に関する財務省との意見交換、本日財務省と、若年被害女性など支援事業の、委託事業から補助事業への切り替えについて、意見交換、結果は以下、括弧内はうさみ補足、東京都が補助事業にしようが委託事業にしようが、補助金適正化法上の東京都の義務は変わらない。だから委託から補助への切り替え云々は、公金をどう管理するかの東京都の内部問題に過ぎない。国としてはどっちでもいい。とにかく東京都しっかりしろ。制度的には間接補助事業者、これまでの WBPC に該当の補助事業以外への支出に罰則がつくようになる。つまり自主事業とごっちゃにすると刑罰の対象になる。あとはいざとなったら、厚労省が立ち入り検査できるようになる。これを拒否すると罰則。だから領収書の提出は拒否できない。意見交換のようやくここまで。結論としては、結局東京都の体質が変わらないと意味がないという話です。川松さんの指摘通り、やはり以前から散々言われている通り、補助事業になっても良い影響は大してなさそうですね。補助事業以外への支出に罰則がつくようになる、厚労省の立ち入り検査ができるようになる、この2点は良いんですけども、厚労省がちゃんと立ち入り検査するかどうかが問題です。領収書の提出を拒否することができなくても、厚労省の立ち入り検査自体が行われなかったらどうしようもありませんから。というか補助事業へ切り替えるということは、今後もコラボへ公金を出すということと実質的に同義なんですけれども、果たしてそれで本当に良いのでしょうか。補助事業に情報開示請求かけたら、ノリを張られまくった、と暇空茜様も以前おっしゃっていましたし、自主事業との境目が曖昧だったり、公金を使っているのに領収書を提出しなくても許されたりと、何かしら抜け道が用意されていると、それを悪用する人が出てくるのでよくありません。話は変わって、神奈川県人権啓発センターが、童話とコラボに関するツイートをされていました。引用します。童話の補助事業や委託事業がどんなものか、そしてコラボ界隈の件についてどう思うか、詳しい方に聞いてみました。童話の補助事業や受託事業について、使途不明金が受託組織の利益になるのが実態。行政にとっても、処理上都合がいいように予算は使い切る。相談事業の相談件数を信じる行政なんていない。行政側が団体の縁を借りて、申請や実績を都合よくまとめ直すこともある。こうやって童話団体は合法的に活動費用を得て、事務所を構えて人員を配置している。使途不明金は利益になる、予算は使い切る、さらっと恐ろしいことが書かれています。いやまあ確かに予算はつけたのであれば、基本的には使い切らなければいけないんですけれども、若年被害女性など支援事業について、実際に現場でトラブルが起きている通り、この類の直接支援行動は危険を伴うものであり、彼女らに行政が委託することは問題。ホームレスへの炊き出しなどうまくいっている事業を参考に内容の見直しが必要。関係団体の行動は解放同盟の球団に通じるものがあり、ますます先鋭化しかねない。地方の人手が足りていないという話はよく聞きますので、そちらに予算を回した方がマシですよね。やはりコラボのような少数派向けの支援団体は、税金で運営するよりも自主事業でやった方が後腐れもないですし、うまく回るんじゃないでしょうか。共産党の動向について、ジェンダー平等を選挙政策に掲げているので、共産党と敵対しない範囲で共産党議員が支援している。旧来の共産党系婦人団体新日本婦人の会などは積極的に関わっていないようである。ジェンダー平等分野に関わらず、解放同盟進派であっても共産党を批判しない限り、共産党は支援するだろう。ただ共産党自体が持つジェンダー不平等体質の改善には役立たないだろう。共産党も一枚岩ではないということでしょうか。仲間割れしたら粛清されちゃいますよ。当チャンネルでは当面は取り上げるつもりはないんですが、貧困ビジネスについてツイッターで告発している人物もいます。まさに令和のネオ童話って感じですよね。真相の解明が待たれます。最後までご視聴ありがとうございました。